マチャキラーは、グアテマラペテン県南東部マチャキラー川流域に位置する古典期マヤ文明の都市遺跡である。古典期末期の旧世紀に最盛期を迎えた。現在の遺跡一帯は、野生生物保護区となっている。マチャキラー遺跡石碑3、815年に建てられた、グアテマラ国立高校学民族学博物館像、マチャキラーでは、 成功なレリーフが刻まれたモニュメントが発見されている。また、遺跡の北側には、儀式用の建造物を伴う9つの広場があり、西側と南側には居住用の複合建造物がある。ただし、重要な都市の中では、例外として、球技場の存在は認められていない。マチャキラーの周辺地域には、サンミゲル洞窟及び多数の小規模な遺跡が点在し、 1000個天気から5個天気にかけて、定住の形跡が確認されている。特筆すべきことに、エスキプラス、エル・プエブリーとエル・ L、アチオタルと一体積には E グループと休憩場がある。パシオン川流域のセイバルとカンクエンのように、マチャキラー川流域においても個天気のマチャキラーとエル・プエブリーとが、長江関係にあった記録は残っているが、 考古学者たちはこの地域を滑る王朝の存在には否定的である。1958年頃、この地域で油田の調査を行っていた、ユニオン・オイル社のアルフォンソ・エスカランテが、神聖文字の階段の一部と考えられる石片を発見した。また同年、シチルハ遺跡の調査を行っていたリントン、サタース・スウェイト・ジュニアも、マチャキラーと思われる遺跡に立ち寄っている。 1961年と1962年にイアン・グラハムによって本格的な調査が行われ遺跡中心部分のマッピングと撮影がなされた。その後も不定期に遺跡の保全作業が行われていたが2000年以降はアトラスアーキアロッチコデ・グアテマーラにより遺跡の居住エリアを含めた考古学的な発掘調査が行われている。 マチャキラーについては17基の石碑と6基の祭壇がイアングラハムによって1967年に写真と実測図によって紹介されている。これらの石碑と祭壇はセットになっている。その他に見られる石堀はもともと神殿の階段だったものか建築物4号の壁面パネルの一部だったものである。王の名前など人名が刻まれていても、 風化などの痛みが激しく王の名前の一部を構成する神の名だけがかろうじて読めるという石彫りも5から6期ほど見られる。女性の名前は2名分確認されている。マチャキラーの石碑でわかる日付は石碑11号にのみイニシャルシリーズが見られるが他はハーブ歴とツォルキン歴の組み合わせであるカレンダーラウンドと期間の終わりを表す文字である。最も古い日付は巨大な 母の文字が刻まれた、石碑13号に見られる9.14、0.00に相当する日付であり、マチャキラーにあった王朝に関する最後の日付は、石碑5号の A1、A2 に見られる10.0、10.17、15に相当する日付である。実際のところ、外部からのヒマヤ的な侵入者か散脱者があったと思われ、10.0、 15、0.0の日付のある石碑9号もある。マチャキラーには、ジャガーやソラ、ヘビといったティカル、パレンケ、ヤシチラン、カラクムルのような王家を表す名称を刻んだものは見当たらない。他の遺跡のように特定の人物の誕生、即位、継承関係がわかる文字も同様である。ただし、石碑3号の A2、G3、石碑1号の A6、 石碑7号の C1 に刻まれた文字は何らかの特定な出来事を示している可能性がある。マチャキラーの石碑は他の遺跡にも見られることだが、ジョージカブラーが指摘するように微暴録のように省略されている。石碑13号から5号までの期間は約130年間であり6人の君主がいれば平均20年強の知性になるが実際には10、バクトゥンが近づくにつれて、 在位期間が短くなっている。おそらくこの時期に、マチャキラーで何らかの混乱があったと思われる。マチャキラーが完全に放棄されたのは10.0、15 0. 0、0.0よりやや後と思われ、これは、古天気のペテンや南部定地の採始センターが放棄された時期に大体一致する。ありがとうございます。